まあ、今ですね、はいはい、地方創生ということで、はい、まあ、国の方から今いろいろ地方自治体にアイデアを出せということで、はい、アイデアを出せば補助金出すよって話じゃないんですけどもやっぱりこの妖怪が一つのキーワードじゃないかなと思って、まあ、桜市もまあ歴博があるんで、うん、まあ、民族的学な今妖怪について私は取り組んでるんですけども、うん、加藤さんどうですか、ね、妖怪で、ま、町おこししてるようなところって言ったらやっぱりあのゲゲゲの鬼太郎の、そうですね、境港が有名ですよね。あとはどっか、そうですね、まあ遠野とかも詳しくはないですけど、はい、はい、やっぱり妖怪とですね、なんていうか地域おこしってすごくいいと思っていて、ね、要するに昔はもう町中、うん、ありとあらゆる場所に町も山も川もね、ありとあらゆる場所に妖怪がいると知られてるんで、もうこの通りに曲がるとあそこ妖怪いたよねみたいな感じだったんですよ、はい、でもやっぱり近代以降ちょっと近代化でその妖怪っていうのがどんどん減ってしまった。だからそれをやっぱりもう一回復活させる、うん、それをね、それをそうすることによってもう歴史とか文化もまた掘り起こすことができる、うんうん、なるほど、はい、そうですね、水木しげるさんの功績っていうのは、はい、まあ、この前加藤さんよくおっしゃるんですけども、はい、妖怪をインフラにしたっていう。そうですね、妖怪のインフラを戦後作りましたよね、はい、戦後作りましたね、はい、やっぱりそれまでは妖怪って言葉は学術用語であって、はい、一般にはそんなに知られてなかったんですよ、うん、でもやっぱり水木先生がそういう妖怪っていうのね、言葉とあのキャラクターというか絵をですね、はいはい、みんな知ってるっていう、もう身近なものになりましたからね。でもこれですね、今本当に水木しげるさんがいなくなって、はい、史上空前の妖怪ブーム、はい、それドキュメンタリー映画も加藤さんできてます。これをどうやって、はい、今どこも今妖怪取り組んでないじゃないですか。このストーリー、やっぱこれやっぱりですね、国の機関がある歴史や、ね、民族博物館、うん、桜市のこれ使命じゃないかなと。それは使命。やっぱり動いてもらえてね。ですよね。やっぱり情報発信をそこから学術的にもそれでもっと身近なものとしてうまくつながる。やると、うん。民族学の中に妖怪学というのもありますね。そうですよね。はいはいはい、これあれですよね。うん、まあもう今2月議会終わって次、うん、まあこっちの6月議会なんですけども、あ、はい、まあちょうど桜市と歴博がね、うん、今業務提携というか連携協定しましたんで、いいですね、これ。何をするのかという中で、そうですね。だからやっぱり桜市からのメッセージ発信もできるんで。そうですね。なるほど。ってことでですね、まあ、地方創生と妖怪、はい、これすごい可能性秘めた。そうで、これうまくいくから多分日本中に妖怪いるわけだから、他の自治体もやるようになればね、火付け役にやっぱり桜市になってもらえる。そうですね、はい、わかりました。ということで今日は地方創生と妖怪について、はい、話しました。失礼します。